こんにちは、池田真子です。はい、今回はちょっと高いけど暮らしの質が上がった購入品5つを紹介していきます。生活が快適になったキッチングッズや時短節約につながった家電、あと業界最安級のポケット Wi-Fi などもあって、どれも便利なのでぜひ新生活やお買い物の参考にしてください。今回紹介するのは全部1万円以下で使えるものになります。ではまずこちら、無印良品のアクリル浄水ポットです。これ1回での浄水容量が約 1.1 リットルになります。で、付属のカートリッジ1本で2リットルのペットボトルが約100本分浄水できます。で、カートリッジは1日3リットル分の浄水で約2ヶ月以上使えて、こういう交換目安シールっていうのも付いているので、その交換時期も把握しやすいです。なので1日1リットルで約6ヶ月、2リットルで3ヶ月使える計算になります。本体もシンプルな形で冷蔵庫ポケットに入れてもかさばりにくいし、こういう風にね、くぼみもあるのですごく持ちやすいです。で、こちらを買うことで速攻保管するにもカートリッジがコンパクトでかさばらないし、あとペットボトルのゴミが出ないっていうのもすごく助かります。一人暮らしの方にもすごくおすすめです。はい、続いてこちら、アイメディアの丸いまな板です。こちらは見た目がかまぼこみたいな形になっていて、この上が丸いことで広くスペースを使えるので、食材を置いたまま他の食材も切れます。で、この一部はまっすぐになっているので、こう手前に寄せて使えます。で、程よい弾性があってまな板自体が滑りにくいし、食材も滑りにくいです。あと刃当たりが柔らかいのも気持ちよくって、切るのが楽しくなります。あと食洗機対応で抗菌加工もされています。さらに熱湯消毒も可能で塩素系漂白剤も使えます。この前も人参を使って結構色がね残りやすかったんですけど、この漂白剤で綺麗に落ちました。これはもう本当にもっと早く買ったらよかったって思うぐらい気に入っていて、小さいサイズもね販売されているので、ぜひ探してみてください。はい、続いてこちら、それが大事 Wi-Fi です。こちらはクラウドシム対応のポケット型 Wi-Fi です。ポケット Wi-Fi は必要な時だけ使えるし、持ち運びもできるので旅行の時にも便利です。スマホのアップデートをする時とかに Wi-Fi が必要なこともあるので、お家に端末を置くほどじゃないけどっていう時にもちょうどいいです。あとは昔のスマホもこういう Wi-Fi があると一緒に使えるのが便利です。スマホで動画編集をするときは音楽が流せなくなるんですけど、そういうときにこの昔のスマホを使って動画や音楽を流しながら作業しています。はい、本体は液晶表示があって毎月データ残量が表示されるので、あとどのぐらい使えるのか把握できます。で、この T8 っていうモデルの本体端末は重さ 100g でそんなに重くないし、コンパクトなのでバッグの中でもかさばらないです。特徴としては 30GB と 100GB の2つのプランから選べて、それが大事 Wi-Fi は業界最安級です。少しでもコスパよく使いたいっていう時にこの 30GB の小容量プランがあるっていうのは嬉しいですよね。ポケット Wi-Fi もいろんな種類があって選ぶのも迷うと思うんですけど、もし気になった方はぜひね、概要欄の方からも詳しくチェックしてみてください。はい、続いてこちら、サンクラフトの包丁職人が作ったキャベツスライサーです。 HS01 っていうタイプです。これはでもお店で食べるようなふわっとした千切りキャベツが簡単に作れます。はい、刃はこんな感じでついていて、4分の1カットキャベツにちょうどいい幅になっていて、キャベツ以外に玉ねぎや生姜などのスライスにも使えます。パッケージにもこんな感じでいろんな参考レシピが書かれていました。で、こちらよく見ると裏にくぼみがあるので、ボールに引っ掛けて固定して使えます。
で、しかもよく見ると角度もついているのですごくカットしやすいです。あとこのフレキシブルホルダーっていうカバーもついていて、こちらを広げたり野菜をこうつまんで使うこともできます。なので手を切る心配も少ないし、刃を隠して収納できるのが安心です。今までスライサーを使っても私キャベツの苦味が気になって家では必ず炒めてから食べてたんですけど、これはもう本当にお店みたいに薄く切れるので、お家でも生のキャベツを食べれるようになりました。オニオンスライスとかももう全然違うので、薄くスライスしたいっていう方にぜひ使ってほしいです。はい、続いてこちらアイリスオーヤマの布団乾燥機です。カラリアの FKC3 というタイプです。梅雨の時期や花粉などで外に布団が干せない時でも布団乾燥機があると助かります。使う時はホースを伸ばしてノズルを立てておくと隅々まで風を送ってくれます。イメージはこんな感じで布団の中に挟んでもそのまま使えます。で、温度調整は3段階から選べて、時間設定は8段階から選べます。で、終わったら自動で運転停止してくれるのが便利です。で、自動乾燥だと冬モード、夏モード、ダニモード、温めモードの4つから選べます。寝る前にこちらをセットしておくと寒い日でも暖かくてふかふかなお布団で寝られるし、暑い日もカラッと乾燥させてくれます。しばらく外で干せないっていう時もこれだと手軽に使えるのがいいです。私はよくダニモードを使ってからノズルを変えたお掃除機でお手入れしてます。本体の横に乾燥時間の目安も書かれていてすごくわかりやすいです。で、この本体は約 1.8kg で意外と軽量でコンパクトなので持ち運びにも便利です。最近はくすみカラーだったりおしゃれなデザインも増えてきているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで今回は暮らしの質が上がった5つの購入品を紹介しました。どれも買ってよかったなと思っていて、日々の生活にすごく役立ってくれています。概要欄に詳細をまとめているので、気になった方はぜひ改めてチェックしてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。